皆さん、こんにちは。このビデオでは、みんなの日本語第50課文法のパート2を勉強します。じゃあ、始めましょう。第50課文法は、3つのパートに分かれています。このビデオは、第50課文法のパート2です。まだ、パート1を見ていない人は先にそちらを見てください。まず最初に語彙の復習をちょっとだけしましょう。私 It's a humble equivalent of 私。私が部長にご連絡します。私が部長にご連絡します。参りますは、行きますと来ますのハンブル現状語です。スペシャル現状語です。クエスチョン、明日パーティーにいらっしゃいますか？アンサー、はい、参ります。クエスチョン、どちらからいらっしゃいましたか？アンサー、アメリカから参りました。おりますはいますのスペシャル謙譲語、ハンブルエクスプレッションです。クエスチョン、お父様はいらっしゃいますか？アンサー、はい、おります。いいえ、おりません。クエスチョン、お母様はいらっしゃいますか？アンサー、いいえ、今、出かけております。出かけています。出かけております。いただきます。いただきますは、食べます。飲みます。もらいますの、スペシャル、謙譲語、ハンブル、エクスプレッションです。クエスチョン、もう、晩ご飯は、召し上がりましたか？アンサー、はい、いただきました。この時計は、社長にいただきました。もらいました。申しますは言いますのスペシャル謙譲語です。 Humble expressions of 言います。クエスチョン、お名前は何とおっしゃいますか？アンサー、キムと申します。いたしますは、しますのスペシャル謙譲語です。クエスチョン、会議の準備はもうしましたか？アンサー、はい、もういたしました。私が部長に電話をいたします。私が部長にお電話をいたします。拝見します。拝見しますは、見ますのスペシャル謙譲語です。クエスチョン、ワット先生の絵をご覧になりましたか？アンサー、はい、拝見しました。存じます。存じますは、知りますのスペシャル謙譲語です。クエスチョン、社長の電話番号をご存知ですか？知っていますか？アンサー、はい、存じております。はい、知っています。はい、存じております。アンサー、いいえ、存じません。いいえ、知りません。いいえ、存じません。もう一度クエスチョン、社長の電話番号をご存じですか？アンサー、はい、存じております。いいえ、存じません。伺いますは、 visit、ask、here のスペシャル謙譲語です。行きます、聞きます、or 訪問します、visit のスペシャル謙譲語です。クエスチョン、社長のお宅へいらっしゃったことがありますか？行ったことがありますか？アンサー、先月伺いました。先月行きました。クエスチョン、
誰にその話を聞きましたか？アンサー、ワット先生に伺いました。ワット先生に聞きました。もう一度クエスチョン、部長のお宅へいらっしゃったことがありますか？アンサー、先月伺いました。クエスチョン、誰にその話を聞きましたか？アンサー、ワット先生に伺いました。お目にかかります。お目にかかります。お目にかかりますは、アイマスのスペシャル現状語です。クエスチョン、部長の奥さんに会ったことがありますか？アンサー、先月お目にかかりました。第50課文法のパート1では、バーブ現状語の1、おは5、何々しますを勉強しました。ちょっとだけ復習をしましょう。おは5、何々しますを使って答えてください。例、社長が旅行の写真をご覧になりたいそうです。社長が旅行の写真をご覧になりたいそうです。私がお見せします。私がお見せします。1番、インドのお客様が、お客様、ゲスト、はカスタマー、はクライアント、東京スカイツリーを見物なさりたいそうです。案内。私がご案内します。もう一度、インドのお客様が東京スカイツリーを見物なさりたいそうです。私がご案内します。部長がトヨタの電話番号をお知りになりたいそうです。調べる。私がお調べします。もう一度、部長がトヨタの電話番号をお知りになりたいそうです。私がお調べします。3番、課長はホテルまでタクシーでいらっしゃいたいそうです。いらっしゃいたいは行きたい。行きたいそうです。タクシーでいらっしゃいたいそうです。呼ぶ？私がタクシーをお呼びします。もう一度、課長はホテルまでタクシーでいらっしゃいたいそうです。私がタクシーをお呼びします。4番、部長が電話を欲しいとおっしゃっていましたよ。すぐ電話する。すぐお電話します。もう一度、部長が電話を欲しいとおっしゃっていましたよ。すぐお電話します。第50課文法のパート2では、特別スペシャル現状語を勉強します。行きますときますの特別スペシャル現状語は参ります。いますはおります。バーブています。バーブております。食べますと飲みますともらいますの特別現状語はいただきます。バーブてもらいますはバーブていただきます。教えてもらいました。教えていただきました。しますのスペシャル現状語はいたします。説明しますは説明いたします。言いますのスペシャル現状語は申します。私はキムと申します。知っていますは存じております。知りませんは存じません。あの方を知っていますか？はい、存じております。いいえ、存じません。聞きますと、相手の家へ行きます。は、相手の事務所へ行きますは、伺います。先生に伺いました。先生に聞きました。先生のお宅へ行きます。先生のお宅へ
伺います。ミマースのスペシャル献上語は拝見します。先生の本を拝見しました。アイマースのスペシャル献上語はお目にかかります。社長の奥様にお目にかかりました。あげまーすのスペシャル献上語は差し上げます。はバーブテあげますはバーブテ差し上げます。社長に時計を差し上げました。もらいまーすのスペシャル献上語はいただきます。バーブテもらいますはバーブテいただきます。この時計は社長にいただきました。先生に日本語を教えていただきました。A さんはバスの車掌、コンダクターです。B さんは乗客、パッセンジャーです。A さん、ちょっと切符を拝見します。ちょっと切符を見せていただけますか？はい、どうもありがとうございました。これは見せてくれてありがとうございます。Or, thank you for the cooperation. もう一度、ちょっと切符を拝見します。はい、どうもありがとうございました。スペシャル献上語の練習をしましょう。練習1。で、いますはおります。クエスチョン、日曜日お家にいらっしゃいますか？はい。と、はい。おります。日曜日お家にいらっしゃいますか？はい、おります。1番、しています。はしております。クエスチョン、何かスポーツをしていらっしゃいますか？いいえ、いいえ、しておりません。何もしておりません。何かスポーツをしていらっしゃいますか？いいえ、しておりません。食べますと飲みますのスペシャル献上語はいただきます。クエスチョン、お酒を召し上がりますか？いいえ、いいえ、いただきません。もう一度、お酒を召し上がりますか？いいえ、いただきません。3番、もらいますのスペシャル献上語もいただきます。クエスチョン、誰に日本語を教えてもらったんですか？伊藤先生。伊藤先生に教えていただきました。もう一度クエスチョン、誰に日本語を教えてもらったんですか？伊藤先生に教えていただきました。4番、言いますのスペシャル献上語は申します。クエスチョン、お名前は何とおっしゃいますか？キム。キムと申します。お名前は何とおっしゃいますか？キムと申します。5番、しますはいたします。クエスチョン、もう社長に連絡なさいましたか？はい。はい、いたしました。はい、連絡いたしました。クエスチョン、もう一度。もう社長に連絡なさいましたか？はい、いたしました。6番、知っていますは存じております。クエスチョン、あの方の電話番号をご存じですか？これは、はい、いいえ、どちらも答えてください。と、はい、存じております。いいえ、存じません。はい、存じております。いいえ、存じません。もう一度、あの方の電話番号をご存じですか？はい、存じております。いいえ、存じません。7番、聞きますのスペシャル献上語は伺います。クエスチョン、明日の予定をお聞きになりましたか？はい。はい、伺いました。もう一度、明日の予定をお聞きになりましたか？はい、伺いました。8番、誰かの家へ行きますのスペシャル献上語は伺います。クエスチョン、
いつ社長のお宅へいらっしゃいますか？あさって。あさって伺います。もう一度クエスチョン。いつ社長のお宅へいらっしゃいますか？アンサー。あさって伺います。9番、見ます。見ますのスペシャル検証語は拝見します。クエスチョン。社長の絵をご覧になりましたか？いいえ。いいえ、拝見していません。Also, you can say, いいえ、まだ拝見しておりません。社長の絵をご覧になりましたか？いいえ、拝見していません。いいえ、まだ拝見しておりません。10番、アイマースのスペシャル謙譲語はお目にかかります。クエスチョン、社長の奥様にお会いになりましたか？はい、いえ。はい、お目にかかりました。いいえ、まだお目にかかっていません。Also, you can say, いいえ、まだお目にかかっておりません。もう一度クエスチョン、社長の奥様にお会いになりましたか？アンサー、はい、お目にかかりました。はアンサー、いいえ、まだお目にかかっていません。はいいえ、まだお目にかかっておりません。練習に、レイ、先生のお宅に招待してもらいました。先生のお宅に招待していただきました。Please, for the example. レイ、もう一度、先生のお宅に招待してもらいました。先生のお宅に招待していただきました。1番、昨日、先生のお宅へ行きました。昨日、先生のお宅へ伺いました。2番、先生の奥様に会いました。先生の奥様にお目にかかりました。3番、おいしい料理を食べました。先生のお宅でおいしい料理をいただきました。4番、ご家族の写真を見ました。先生のご家族の写真を拝見しました。5番、面白いお話を聞きました。先生から、おは先生の奥様から面白いお話を伺いました。と、行きましたは伺いました。会いましたはお目にかかりました。食べましたはいただきました。見ましたはご覧に、拝見しました。聞きましたは伺いました。練習3、レイ、誰が案内してくれますか？私？アンサー？私がいたします。私が案内いたします。1番、誰が手伝いに来てくれますか？私？私が手伝いに伺います。Also, you can say, 私が伺います。2番、私のメールアドレスを知っていますか？いいえ、いいえ、存じません。もう一度、レイ、誰が案内してくれますか？私がいたします。私が案内いたします。1番、誰が手伝いに来てくれますか？私が手伝いに伺います。私が伺います。2番、私のメールアドレスを知っていますか？いいえ、いいえ、存じません。3番、スピーチ大会のことを誰に聞きましたか？スピーチ大会。スピーチ大会はスピーチコンテストのことです。伊藤先生とアンサー？伊藤先生に
伺いました。もう一度クエスチョン。スピーチ大会のことを誰に聞きましたか？アンサー、伊藤先生に伺いました。4番、いつトヨタの森さんに会いましたか？先月。アンサー、先月お目にかかりました。クエスチョン、いつトヨタの森さんに会いましたか？先月お目にかかりました。5番、誰が発表しますか？発表、プレゼンテーション。と、私。アンサー、私が発表いたします。誰が発表しますか？私が発表いたします。会話の練習1。レイ、A さん、ワット先生が引っ越しされたのをご存知ですか？引っ越し、シフト、ムーブ。ワット先生が引っ越ししたのを知っていますか？ B さん、はい、先月伺いました。はい、先月ワット先生の新しい家へ行きました。 A さん、素敵なお宅だそうですね。 I heard that it is a wonderful house. B さん、もう一度。 A さん、ワット先生が引っ越しされたのをご存知ですか？ B さん、はい、先月伺いました。A さん、素敵なお宅だそうですね。もう一度。ワット先生が引っ越しされたのをご存知ですか？はい、先月伺いました。素敵なお宅だそうですね。1番、新しい本を書かれました。書かれましたは書きましたの尊敬語。新しい本を書きました。先生の研究室、リサーチルームで見ました。面白い本です。と、A さん、ワット先生が新しい本を書かれたのをご存知ですか？ B さん、はい、先生の研究室で拝見しました。A さん、面白い本だそうですね。もう一度。 A さん、ワット先生が新しい本を書かれたのをご存知ですか？ B さん、はい、先生の研究室で拝見しました。 A さん、面白い本だそうですね。もう一度、ワット先生が新しい本を書かれたのをご存知ですか？はい、先生の研究室で拝見しました。A さん、面白い本だそうですね。2番、結婚なさいました。松本部長に聞きました。素晴らしい結婚式でした。結婚式。ウェディングセレモニー。と、A さん、ワット先生が結婚なさったのをご存知ですか？はい、松本部長に伺いました。A さん、素晴らしい結婚式だったそうですね。B さん、もう一度。 A さん、ワット先生が結婚なさったのをご存知ですか？ B さん、はい、松本部長に伺いました。 A さん、素晴らしい結婚式だったそうですね。もう一度。 A さん、ワット先生が結婚なさったのをご存知ですか？ B さん、はい、松本部長に伺いました。 A さん、素晴らしい結婚式だったそうですね。伺いますも参りますの行きますのスペシャル謙譲語です。でもちょっと違い、 difference があります。伺いますは相手
other party or other person の家や事務所などへ行くときに使います。自分だけのアクションには使えません。For example, 先生のお宅へ伺います。先生のお宅へ行きます。先生のお宅へ伺います。これは OK です。引っ越しの手伝いに伺います。先生のお宅へ引っ越しの手伝いに行きます。伺います。OK です。そちらの事務所へ伺います。あなたの事務所へ行きます。そちらの事務所へ伺います。OK です。駅へ伺います。これはダメです。パーティーに伺います。これもダメです。私はアメリカから伺いました。これもダメです。But you can say, 駅へ参ります。パーティーに参ります。私はアメリカから参りました。OK です。自分だけのアクション。行きます、来ますの時は、参りますを使います。他の人の家や事務所などへ行く時も OK ですが、他の人の家や事務所などへ行く時は、伺いますの方がいいです。もっといいです。私は去年アメリカから参りました。OK です。これは私は去年アメリカから伺いましたは×です。私は去年アメリカから参りました。丸です。明日パーティーに参ります。丸です。明日パーティーに伺いますは×です。グプタさんを迎えに空港へ参ります。空港、エアポート。丸です。グプタさんを迎えに空港へ伺いますはダメです。Because 空港、エアポートは相手の家や事務所ではありません。空港へ参ります。A さん、明日何時にいらっしゃいますか ?B さん、9時に伺います。OK です。参りますも、そうそう、OK です。でも、伺いますの方がもっといいです。明日何時にいらっしゃいますか ?9 時に伺います。Please note for more details about 参ります。We'll study in Lesson 50, Grammar Part 3. 参りますのディテールは、第50課の文法のパート3で勉強します。A さんと B さんが話しています。A さん、グプタさんの到着、アライボは2時ですね。誰か迎えに行くんですか?迎えに行きます。To pick up。私が参ります。So yes, I am going。もう一度 A さん、グプタさんの到着は2時ですね。誰か、somebody。迎えに行くんですか ?B さん、私が参ります。Please note, in this case, B さん is going to the station or the airport. So, 伺います。cannot be used. 参ります。を使います。Because, 空港へ行きます。空港へ行きますから、参りますを使います。もう一度、グプタさんの到着は2時ですね。誰か迎えに行くんですか ?B さん、私が参ります。第50課文法のパート2はこれで終わりです。続きは第50課文法のパート3を見てください。今日のレッスンはここまでです。お疲れ様でした。